わわわわわわわ。お疲れ様です。最近思うことがあるんですよ。今年夏らしいこと僕はやったかしら。かき氷もスイカも食べてないわ。海にも行ってないわ。夏だって感じるようなものを食べたかしら。毎晩ナスを使った料理だけを食べていたわ。セミ？ほとんど見てないわ。蚊？一回も刺されてないわ。チョチョ？見てないわ。虫もいなくなっちゃうぐらい今年は暑かったわ。旅行にも行かないで仕事をしている僕が夏で楽しむことはたった一つだけあります。それはなんと、真夏の時期にエアコンで部屋を冷やして冬用の布団で寝ることです。外がね、灼熱のように暑い中ね、部屋を暗くしてね、さらに体を温めるんだよ。夏という季節に逆らい、部屋の中で冬を作り、布団を使って夏を作る。つまりだよ、日本の気候に逆らい、地球に逆らい、宇宙にまで逆らってると僕は妄想することができる。親に怒られることのない宇宙規模の大人の反抗期を発揮するのは楽しすぎるぜ。というわけで今日はそんな感じです。以上でーす。